圭太子は1988年に松尾鈴木作演出の舞台絶妙な関係で旗揚げ、その後多くの才能を輩出してきました。そして今年2018年は松尾鈴木の名で活動を開始してからちょうど30年、すなわち大人計画が旗揚げして30周年を迎えました。そして平成も30年、この30年が揃った本年に30歳と題し、30周年を記念した一大イベントを本日よりここスパイラルにて開催いたします。それでは皆様お待たせいたしました。松尾鈴木さんはじめ大人計画のメンバーの皆様にご登壇いただきます。皆様どうぞ拍手でお迎えください。いただきます。お名前をお呼びいたしますので、お一人ずつ来年の抱負を一言簡単にお聞かせください。大人計画主催松尾鈴木30周年松尾鈴木さん。はい、はいってことね。来年の抱負ですか。故郷に年老いた母がいますんで、母の名に恥じない、行いをして、最後の親孝行に努めさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、池津翔子28年、池津翔子さん。はい。皆様ありはあり今回フラダンスを踊らせていただきます。で、その告知で池津50歳渾身のフラと言ったんですけど、すいません、49歳でした。まだなので、来年は頭をこうシャッキリさせて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、伊勢志摩27周年、伊勢志摩さん。伊勢志摩です。今年でしないんですね、来年50歳になりますので、何事にも本腰を入れて向かっていこうと思っております。何事にも本腰、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、川田香彦27周年、川田香彦さん。はい、川田香彦です。来年娘が20歳になりますので、親の自覚を持ちたいと思っております。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、工藤官九郎27周年、工藤官九郎さん。工藤です。いや、すいません、すいません、何も考えてませんでした。すいません、健康に気をつけて頑張りたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。続きまして、宍戸宮子27周年、宍戸宮子さん。はい、宍戸宮子10% 増量。ありがとうございます。続きまして、阿部サダヲ26周年、阿部サダヲさん。おはようございます、阿部サダヲです。皆さん午前中なので、ね、皆さん緊張してらっしゃるんですけど、私は来年、NHK の大河ドラマに主演させていただきます。主役をいただきます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、宮崎トム26周年、宮崎トムさん。宮崎トムと申します。来年は男子会に参加したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、猫背椿さん26周年猫背椿さんです。はい、猫背椿です。今回私は、100食以上のお弁当を販売、手作り弁当を販売させていただくんですが、料理以外に夢中になれるものを来年は探したいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、皆川猿時24周年、皆川猿時さん。はい、来年の目標、阿部サダヲのバーターで CM に出たい、モテたい、痩せたい、以上です。ありがとうございます。続きまして、村杉セミノスケ24周年、村杉セミノスケさん。はい、24周年、村杉セミノスケです。来年の抱負というか、来年勉強したいことはフリートークです。とても苦手なフリートークを勉強して上手になりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、田村たがめ24周年、田村たがめさん。田村たがめです。
私は今回過去のモノローグをもう一度語らせていただきます。ちょっと今回あさってまでにダイエット間に合わなかったので、来年は身も心も引き締めたいです。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、荒川よしよし20周年、荒川よしよしさん。どうも、荒川です。僕は来年、実はまだ内緒なんですけど、パシフィックリムに出ます。なぜ嘘ですか？嘘です。ありがとうございました。ありがとうございます。続きまして、近藤公園18周年、近藤公園さん。はい、近藤公園です。今年40歳になりました。もう劇団員で一番下ならもう平子さん多分来年40歳なんで、そんな劇団なんですけど、今風邪気味なんで、とりあえず風邪を治して来年は風邪をひかないようにしたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。続きまして、平岩神18周年、平岩神さん。あ、平岩神です。そうですね、私も、30代最後の年になるので、来年は変わらず穏やかに過ごせればなと思っています。よろしくお願いします。ありがとうございました。以上、総勢15名の劇団員の皆様にお揃いいただきました。続きまして、ご挨拶を頂戴したいと思います。まずは大人計画主催、松尾鈴木さん、お願いいたします。はい、今日はですね、皆さんこんなにたくさん集まっていただきありがとうございます。30周年というイベントが、開かれたことをとても嬉しく思っています。今日はですね、生配信があったり、ネットの記事がいっぱい出たりということで、ここで何か言うといろんな問題が起きる、がんじがらめな気分で、がんじがらめです。何を言ってもがんじがらめです。とにかく ここにいる全員、まあ、みんな見ての通りのおっさんとおばはんばかりですけど、この30周年という展示、イラストポスターなど見て、この人たちも若い頃があったんだというふうにね、それだけでも感じて帰っていただければと思います。あと僕がこのメンバーとうちの、うちにいるタレントの似顔絵を無理やり描かされまして、それがグッズとして販売されますんで、せめてそれがいっぱい売れればいいな、胸がすく思いをしたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、工藤官九郎さん、お願いいたします。あ、工藤です、よろしくお願いします。僕は27年ということで、今さっき写真いっぱい見てきましたけど、やっぱ一生懸命やってたからでしょうか、ほとんど記憶がなかったですね。で、こんな人いたっけみたいな人がいっぱい写ってて、中には写っちゃいけない人も写ってますんで、通報とかしないようにでも27年、僕は27年ですけど、30年松尾さんと一緒にやってて、なんだかんだ言ってこうやって同じお揃いの T シャツ着て並んでるのがなんだかちょっと恥ずかしいような嬉しいような感じです。皆さん最後まで年いっぱいやってますんで、あとトークイベントとか松尾さんのコンサートとか他にもいろいろありますんで、ぜひ、足を運んでください。よろしくお願いします。ありがとうございました。続きまして、阿部サダヲさん、お願いいたします。どうもありがとうございます。本当にこうさっき僕もちょっと会場見たんですけど、こんなイベントができるんだなと思って、すごいやっぱ劇団に僕は入れたことが嬉しいし、運が良かったなと思ってます。30周年続くなんて、僕も劇団で30周年ですごいことらしいんですけども、そこにいられることはすごく嬉しいし、いろんな会場中にここのいるメンバーもそうですけど、他にも所属している方たちがちょこちょことこうぐるぐる回ったりとかして、なんかこのお客さんへの感謝の気持ちというか、ファン感謝デー的な触れ合えるような、そういう気楽に触れ合えるようなそういうイベントにしていきたいと思っております。いつもお世話になっているお客さんとかいらっしゃるので、そういう方たちに積極的に来年大河ドラマの主役やりますので、そういった感じも含めまして、ご挨拶になりました。すみません、よろしくお願いします。
ありがとうございました。それではテープカットに移らせていただきます。テープカットのお手伝いをいただきますのは劇団の中では、万年新人の近藤光栄さん、平岩神さんです。それではお二人前へお願いいたします。今回は代表で松尾鈴木さん、工藤勘九郎さん、阿部貞夫さんの3名様にテープカットを行っていただきます。それでは松尾さん、工藤さん、阿部さん、中央までお進みください。それでは30歳の開会です。どうぞ。どうぞ盛大な拍手をお願いいたします。左側からそうですね、じゃあすいません、左側から写真お願いします。はい、じゃあ次センターゾーンにも見せお願いいたします。ありがとうございます。じゃあ続いて右側の方にもお願いいたします。はい、ありがとうございました。以上をもちましてオープニングセレモニーを終了とさせていただきます。それではご登壇の皆様にご退場いただきます。皆様拍手でお送りください。